私は誰、ひろみさんのモノマネ聞いてるリスナー切れ顔、それにしても怒りが込み上げる、どうしよう、モノマネというよりはセリフから当てる連想ゲーム。ちょっと待てひろみさん、あんた自分でやっていて恥ずかしくはないのか、どうなんだこの野郎、ラジオ警察にいられない、耳が点になる、加賀まりこちょっと似てた岸田京子、どうかな、内田裕也どこも似てない、バカ野郎いい加減にしろよ、早くやめてくれ、もうやらないでくれ、恥というものを知れ、誰をやっても同じ声クソなモノマネ聞いてる方は辛い、リスナーもスタッフもみんな揃って耳を塞いでる、見せようとしている努力は認めよう、それでもひどすぎる、はっきり言ってくだらない。ちょっと待てひろみさん、あんた自分でやっていて恥ずかしくはないのか、どうなんだこの野郎、ラジオ警察にいられない、耳が点になる、無実にこまあ似てた工藤静香、気はどうや、三河健一どこも似てない、バカ野郎いい加減にしろよ、早くやめてくれ、もうやらないでくれ。